死ね、この痴漢が。いきなりか弱い乙女に抱きつくとか何考えてんのよ。お、大きなお世話よ、このセクハラ野郎。これはもう犯罪よ、犯罪。何か言い訳はある？ないならおまわりさん呼ぶわよ。この犯罪者、おとなしくおまわりさんが来るまで待ってろ。
あれ、何これ。
皆さん、おはようございます。ありがとうございます。でもいつものことで慣れていますから。よろしければ午前中のノートを見せていただけませんか？私は本当に助かっているのです。いつも皆さんには感謝しています。ありがとうございますね。ああ、さくら遅かったじゃん。さくらちゃん、お昼にしよう。ございます。あ、ちょっとさくら。Nice to meet you.Speak Japanese? I will speak whatever language you prefer.交換留学でいらした方ですね。朝は不在でご挨拶をできずに失礼しました。私、水月さくらと申します。よろしくお願いします。と不幸な出会いがあったみたいですね。でも私は他人の意見で人を判断しないと決めております。何か困ったことがあったら遠慮なく言ってくださいね。
った学校帰りにむやみに寄り道をしてはいけませんよ。
どうしたの？新しい子来てるんでしょ？早く中に入ってもらいな。よ。なぜこちらに？まさか、白川宮司がおっしゃっていた新しい仲間って、あなたのことだったんですか？ありえない！白川！あのヒルアンド、何考えてんのよ！女の子だけの寮にこんなスケベ外人放り込むとかありえない！あんたの手つき超いやらしかったもん。絶対あれは私のおっぱ、胸見てたもんね。かりんちゃん、さすがに言い過ぎじゃ。ダメだよ、葵。あんただってひどい目に遭わされたんでしょ。あんた可愛くて素直で騙されやすいんだから気をつけないと。落ち着きましょう。私たちの間には誤解があるのです。冷静になればきっと分かり合えるはずです。ちょっと、あんたは誰に許可取ってうちのさくらに話しかけてんのよ。何言ってんの？この子は一人っ子よ。妹なんていない。さくら、葵、下がんなさい。やっぱりこの男おかしい。近寄ったらダメよ。探したい君の夢、違う世界つないで、距離なんかじゃなくて感じさせて。ひらひら踊るの桜舞うクリスカート、ひらひら見る
る？急いで握ったから中身は何もないんだけど。おにぎりどうぞ召し上がれ。それは海苔、海藻を干して固めたシートだよ。食べられるから心配しないで。とりあえず上がって。そんでもって葵はさくらのこと叩き起こしてきて。家族会議開くよ。まず最初に言っておくけど、
私昨日の朝のことは謝るつもりないから。あんたそれだけのことしたって分かってるでしょ。頭が冷えたっていうか、外に放り出すのはちょっとやりすぎって思わなくもなくて、っていうかむしろひどいって気もしなくは。ああもうとにかく私は知らない。あとは葵とさくらで決めて。でさくらちゃんと起きてる？朝弱いのにごめんね。はい、ちょっとまだ眠いのですけど、大事なお話ですから大丈夫です。昨日のことは僕が不注意だったのが悪いから。それにおにぎり美味しそうに食べてくれたよ。ああいう食べ方する人に悪い人はいないと思うんだ。私は最初は驚きましたけど、外国からのお客様を放り出すのは道義に戻ると思うのです。たまえに男の子がいた時期もありますし。ごめんなさい、外に放り出すのはやりすぎたと思う。だから昨日のことはこれでおあいこってことにして、水に流してやらないでもないっていうか。喧嘩両成敗だね。はい二人とも握手握手。ではこれであなたの友井寮の新しい仲間ということで決まりですね。よっしゃ、今日は歓迎会だね。料理の腕によりをかけちゃうよ。友井寮の一番大事なルールは一つ、ここに暮らす子はみんな家族。短い間だけどあんたもそう。家族を大事にして絶対に裏切らないこと。いいわね。トモエリオへようこそ。あんた何さっきからニヤニヤしてんの？正直キモいんだけど。
こういうところ遠慮がないわね。ああ、まあそりゃそうか。さくらなら台所じゃない？何かお菓子を作ってるんじゃないかしら。してんのよあんたは。さくらの邪魔をしない。おとなしく座ってなさいってば。自分の城だと思ってるから、その辺だけは気をつけた方がいいよ。
それでは改めまして、ようこそ巴寮へ。歓迎会始めるよ。シェフがいる中華料理屋があるんだって。暇だったら連れて行ってやんないこともないわよ。それなら心配しなくても大丈夫だよ。マヨジャガ明太子ソースピザお餅入りだよ。明太子ソースにジャガイモとソーセージにお餅を乗せてマヨネーズでまとめたの。お店のピザが美味しそうだったから参考にしてみたんだ。超かわいいし反則でしょこれ。
何よ、そんなもの欲しそうな顔してもあげないかんね。かりんちゃんはマヨラーなんだよね。食品などは外国の方にはきついものですから。